するしない。ありがとうございます。もう2日前ですね。早くもなんか落ち着いてきました。たくさんの方からおめでとうって言ってもらえて、一個一個読んで、昨日休んだんでだいぶもう平常心です。あのね、決勝じゃなくてベスト8の一曲が一番印象に残ってます。ハクチュンってポンされてるところに、あの第3弦まだ可能性あるけど場の読みとかすごいしっかり、あの的確にあの時は当たってて、カンパーピンの3色のリーチ打って積もって裏が乗って8000ホール上がれた曲が一番あの勝負の一曲だったなと思ってます。はず絶対統一以上でないでしょうとか思ってたんですけど、合ってました。あれは接戦だったんですけど、かなりポイントが接戦だったからかな、追うべき立場だったのが良かったかなと思います。なんか誰も抜けてないし自分も抜けられてないし、ちょっとでも自分が上にいると置きに行きたいって曲ができたりするんですけど、いつもこう挑む立場っていう風に打てたのが良かったかなと思います。めちゃくちゃ嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しいんですけど、また一つ目標を達成だから次はこうしていかなきゃとか、そういう先のことの方に意識がもうなんか向いてて、なんか体感は1年前の出来事みたいな感じにもうなり始めてます。あの RTD ガールズファイトももうなんかあれ5、6年前だったんじゃないかなぐらいな感覚なんですけど、どっちも今年なんですよね。平成最後になんかいい感じでした。はい、本当ですよね。 YouTube 始まってから確かになんか運気上向きかも。ありがとうございます。目標は、何年かのうちに M リーガーになることと、自分の出ているリーグ戦の結果をもっとしっかり残して昇級だったり女優最高位目指さなきゃなって思ってます。だからまだいっぱいあります、やらなきゃいけないことが。いつも応援ありがとうございます。今回もう本当に皆さんに嬉しい報告をすることができて、私自身がとってもほっとしたのと、なんかよく今までやってきてよかったなと思っています。そしてまだまだあの道半ば、これからも麻雀人生続くので、これからもいろんなこの対局もそうですし、麻雀のこの動画するしないの方でもいろんな私を見せていければなと思っています。なのでこれからも見守っていてください。よろしくお願いします。